中央合同庁舎第2号館は東京都千代田区霞が関2丁目にある日本の中央省庁の合同庁舎。かつて内務省庁舎でもあった旧2号館を建て替えて建設された霞が関中央館庁地区で2番目の超高層庁舎である。隣接する中央合同庁舎第3号館と一体的に整備された旧中央合同庁舎。 第2号館構想化による土地の高度利用を図ると、共に平面土地型の庁舎の中央部に吹き抜けを設けることにより良好な空間の形成を狙っている。屋上の鉄塔には中央防災無線、警察無線、消防無線のアンテナが設置されている。旧2号館から引き続き、旧内務省系の総務省、警察庁が主に入居している。総務省でも東央警局は 新二号館ではなく、新宿区若松町の総務省、第二庁舎に入居し、一方隣の合同庁舎第三号館を主に使う、国土交通省も一部の部局が新二号館に入居し、文館として使用している。計画当初は、新二号館に、自治省及び消防庁、警察庁に加えて、かつて旧二号館に入居していた、建設省と人事院も入居する予定であった。 警察庁 ID では同じビルの階層を行き来できるが、それ以外の省庁の ID では警察庁フロアに出入りできない。3号館とは地下で直結しており、セキュリティチェックなしで両館の間を行き来できる。また、地下鉄霞ヶ関駅と地下で直結している。総務省が過半数のフロアを使用しており、庁舎管理も総務省が行っている。ありがとうございます。